私が昨日増税について動画を出しました。スーパーセルさん、スーパーセルさん、スーパーセルさん、スーパーセルさん愛してるよ。クラロワに増税は影響するのかということですね。で、フィンランドのヘルシンキに会社があるので、増税関係ないんじゃねと。エメラルドこれ、高くなんねえ、よっしゃーみたいな動画出してたんですよ、そしたら今日増税されてたみたいなんですけど、スーパーセル、やべ、忘れてた、明日増やそう。これこの人予言者だ。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私ですね、今の時刻、立花さんスタイルで行きますと、10月2日の14時11分でございます。で、この動画も今日すぐ3時間後、4時間後に上がると思うんですけど、スーパーセルさんは気づいてしまった気づいてしまったスーパーセルさん、スーパーセルさんが10月1日から増税だという事実に、気づいてないと思ったら、気づいてた皆さん、これね、今ね、iOS だけ反映されているそうです。今の時間だとね。うん、Android はまだ増税来てないらしいんで、もしね、この動画見た時に、Android まだ増税されてなかったら、ぜひね、ちょっと増税前に課金しておいた方がいいのかなと思うんですけど、まずこれ、これややこしくね ?1220 円って。だから、これさ、一ついいですか、これって、そのウルトラレア宝箱の値段とかもあんま普通は原価としては決まってないじゃないですか。それってクラロワの会社が、スーパーセルが、その、ね、この価格は、まあ基本的にはこの価格ってスーパーセルさんが裏でこう設定してるものじゃないですか。で、プラス、その、ウルトラレア宝箱と一緒で、ゴールドも、ゴールドって、まあどれぐらい課金したらこれぐらい手に入るよねっていうのが裏であるはずなんですよ。これさ、1220円さ、だるくない?これ、ぶっちゃけ。これ、いやだから、裏設定を20円割引してくれれば、ユーザーさんは1220円。違う、そういう話じゃないか。ちゃんと増税に準拠してんのか。いや、もうむずいね。これちょっとややこしい、1220円は。うん。で、はい、こちらちょっとね、開封していくんだけども。うん、で、こう、カードは全然増税されてない。カードも増税だったらきついよね。なんか、エメラルドは増税すればわかるじゃん。だから販売してるから、アップルとかアンドロイドを経由して販売してるものなんで、これはもうしょうがない。ロケットが、じゃあこれはい、20枚に、2000ゴールドです。はい、増税です、みたいな。なんか、20枚、2200ゴールドですとか言ったらさ、もう、って感じだよね、これマジで。で、はい、スタンプも変わってません。ゲーム内通貨は変わってないよね。はい、こちら。売る金も変わってないんですが、はい、こちら。これよ!え、これどうするどうするこれは。さすがに。いや、でも、昔から120円だったよね。一握りのエメラルドって。うん。で、エメラルドの袋610円。謎の10円。いや、謎じゃないか、別に。準拠してるんだよね。エメラルドのオッケー1200。まあまあ、なんか、倍々って感じだね。うん。エメラルドの樽?1440円。エメラルドの滑車、6100円。エメラルドの山、12000円がすごいさ。だから分かりやすいよね。エメラルドの山、12000円、ポッキリだから。でも12000円で14000ゴールなんだよね。仕方ないね。これは仕方ないね。もう日本だからね。なんか前バンされてる人いたよね。なんか海外のレートで買って、レートっていうのはさ、要は、日本って 10% じゃん。なんか海外には、なんかその消費税が 3% の国とか、例えばあるとしたらそこで買った方が安いじゃん。で、それバンされるんで気をつけてください。なんか結構トッププレイヤー、それで結構バンされてさ、なんか思い出が1年ぐらい前にあるんで、気をつけてくださいね。ということで、はい、増税してましたね。気づくなよとかの問題じゃねえよな。これは、決まりだから。そっか、決まりか。ね、ツボめっちゃそんな。決まりか。そうなんだよね。それビビるな。てか、増税してなかったらそれさ、アウトってことでしょ。ということで、私ですね。昨日、10月1日か、10月1日僕あんまね、クラロワできてなかったんですよ。うん。ちょっと、まあ、いろいろ予定とかが入ってて、できなくて、今日の朝やってマジで取る下がって。ああ、もうやめたいわー。もう、この、上下運動。何?ね、この上下運動結構辛いんだよ。マジで。マジで辛い。トロ上がんなくなるとマジきついんで、今日はね、ちょっとトロ上げしていくんですけども。ポチン。いやー、これきついね、やっぱり。なんか、トロが下がる瞬間っていうのはすごいきつい。うん。ちょっと、音、よろしく。音。いやー、ちょっとね、俺なんか今メンタルやられてんだよね、なんか。ちょ、結構音聞かない方がいい、勝てるんじゃない?うん。これ、ごぼうりさ、僕今までずっと真ん中に置いてたんだけどさ、これ真ん中の方が置かない方がよくない?これ出てきてリベゴブがすぐ戦ってくれるからさ、うん、これ結構近くに置いた方がいいやってなった。これもちょっとゴブちゃんいっちゃうわよ。あえてな、ホグ、26ホグ。わからん。なんかホグってさ、最近なんかいろんなデッキに入ってない?なんか、じゃ、おっと。メガナイトホグみたいな。
いやー、これちょっとね、ゴブジェンさっきから先に出したのちょっともう、あれですね、ダメですね。いやー、だってこれライトニング間に合わないと絶対勝てないんで、残り1分までちょっと勝つのはやめます。勝つのはやめません。いやーい、いや、動き痛い。お動き痛いわ。噛んでした。お動き痛い。音聞かなくていいか、別に。なんで聞く必要あるんだろうね。なんで音聞いたか。いって。血は。血は出てない。血は出てない。幸いにも。うん。いや、これね、結構きついんだよね。こう舌噛むとさ、なんか辛いのがね、いって。なんか危ない人になるよなってるから。うん、ちょ、ここはね、一回ね、これ守りだよね、これ。これ一回、ここで攻めちゃうとまたインフェタワー来ちゃうんで、もうゴボリだけ置いて、ゴリを、ゴボリ鎮座させとくから。ゴボリ鎮座。うん。よろしく、あ、よろしく。マジか。なんか残り1分まで攻めないあるあるしないとね。てってれてん、てってれてん、てってれてってん。これ残り1分になるんで、もう行きます。よろしく。なんかもうインフェタは置いちゃっていいよ。置いちゃっていいよ。置いちゃってリブゴボがちょっとサクサクサクってしとれないんだよね。ああそんな恩恵を受けなかった。よしさ。これね、これインフェタは、これライトニングがある状況の中で、インフェタワーは2秒ターゲット取ったの。1、2。この辺で撃つと、いいんだよ。OK。あーん、あーん、痛いよ。痛いよ、お兄ちゃん。あ、待って、よくねえ。で、これで、え、殴れ。これで、これ、組んでしょ。はい。で、これで、ちょ、マスケ、こっち向いて。オッケー。ありあり。いけてる。ゴブリンちゃん、ゴブリン。待って。よし、よろしく。で、どうするインフェタワー。逆サイドといきなり来られたら結構嫌だよ。インフェタは結構最初にさ、ボーンって出してくる人いるじゃん。もう始まりに結構嫌なんだよ、あれは。はい、1、もう2秒タゲ取ったらもう出しちゃう。これまたメガちゃん来んの。あーん、いやー、これ結構守れたな。でも結構普通に守れた。まずもうこういうゴールでしょ。これダメ。あ、待って、これダメな気がする。あ、いや、いい、あれ、来てる。あー、マジか。いや、これいける。ドーン、ドーン、ドーン、あー、これドラゴン、ミニドラじゃない、ベビドラ。あ、おー、よかった。なんか俺最近さ、動画で勝てないジンクスあるんだよね。なんか、マジで。なんか、全然勝てない時あるんだよ。うわ、え、そっか、今日下がっちゃ、あ、これか、ここからここで追加か。あぶね。よし。6250。今、周りに誰いるんだろう。あ、キッスさん63か、高えな。ドズさんが649。やばい。ちょっとキッスさん向こう、ポン。あの、なんかね、もう、キオスパのさ、そのバレル系あるじゃん。バレル系あるんだけど、バレルがなんか刺さんねんだよな、最近。うん。よろしくお願いします。で、ファルちゃん、そういえばバグってたじゃん、あれ。あれ、やばいよね、マジで。あの際、ロケットめっちゃ増えてたんだよ。なっ！オッケー！いいね！このジャイアント、ごめん。あの、ジャイアントファンの皆さん申し訳ないんですけど、ここに置いてるじゃん。ここに僕ずっとジャイアント置いてたんだけど、なんか、こいつね、なんか多分ね、なんか、中にね、なんか、霊が憑依してるんですよ、多分。いや、わかんないんだけど。そういうのわかんないけど、いや、なんかそういう感じすんの、なんかすげえゾッとすんの。なんかその夜にびっくりするのよ。うわって。一人で寝てて、起きて。だから多分ね、こいつさんは宿ってんだよ、なんか。だからちょっと押し入れに入れとこうかなと思うし。怖い。うん。そんな超怖い。激コアなわけじゃないんだけど。もうちょっとスパッと行っちゃいます。激コアなわけじゃないんだけどさ。なんかすごい気持ち悪かったから。一旦ちょっと。多分こいつが唯一さ、腕があるじゃん。すげえ腕あんのよ。うわ、マジか。なんかこれが。ここで打って、うわ、意味ねえ。あ、でも待って、いや、いいんじゃない。もっと頑張って。ああ。いや、でもワンチャンこう雪山打つっていう戦法もあったよね。ねえ、この人、なんかスケラみたいな感じ。どう、もったいないかな、ちょっと。ちょっともったいない気もする。
てて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 。よし、一発入れてくれた、でかい。残り1分か、やっぱ残り1分か、これきついと思うんだよね。ライトニングと雪玉はもう、これもういっちゃうでしょ、これもういっちゃうでしょ。これだってインドラしょ、インドラしょ、インドラしょ、すぐインドラしょ、はい、インドラ、インドラ。ここに寄せて、寄せていくビーボー、寄せていくビーボー、センキュー、うわー、待って、右が守れない、右が守れない、これ右守る、あ、それ美味しくね、これなんかも行きます、行って、ここもうすぐ判断、待って、あ、もうちょい、あ、いい、全部吸収してる、あ、全部弾吸収してる、ちょ、待って、これまさに、なんこっちの話、ちょ、ここの、ゴム剤の背中に背負ってるやつで処理するという荒技で、ライトニングさ、400ぐらいあるよ、446、結構高っ、結構高いぞ、そこ30秒だよ、30秒です、たい、いやー、そっち来る、こっち来る、絶対ファイボ来んじゃん、絶対ファイボザップ来んじゃん、もう早めにしろ、早めにしろ、早めにしろ、オッケー、これでやって、ここら辺出しとく、えっ、今日動画出すとか出る、やばい、まあ、なんか意見変わったね、動画出すと大体負けるジンクスあったんだけど、動画で撮ると勝てる、よかった、これで、ね、はい、早く早く早く言ってくれ、早く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 遅い遅い、6248、よし、こっから、ちょ、明日の動画では、ちょ、最多更新ぐらいの動画で、僕最多が6500とかなんで、今日ね、ちょっとバチコリトラ上げして、皆さんに最多との更新になるかどうか、ちょっとお届けしたいなと思いますんでね、ぜひとも、チャンネル登録して、お待ちしていただけますと幸いでございます、チャンネル登録していただけますと、僕のモチベーションが、急にと上がりますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、お待ちします。そして、こちら、おすすめ動画ございますんで、まだ見てない動画ある方、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴